4月13日、まあ、午前8時ちょっと過ぎました。レンコンダを耕しに来たんですけど、わかります？トラクターのタイヤこんなにめり込んでるでしょ。ちょっとこっちは無理みたいですね。11日の午後にもう一つのその JA の裏のレンコンダは耕したんですけど、あ、入れとったか、あ、入れとったか。その時向こうも一応歩き回ってですね、硬さを調べたんですけど、思ったより柔らかかったんで、こっちは後回しにしようと思って今日来たんですけど、まだ柔らかいようです。こちらはちょっとトラクターじゃ危ないんで、耕運機です、耕す必要がありそうですね、はい。あらあんなに傾いてるんですよ。ほらね、 4W でちょっと慎重にまた上げる必要がありますね、はい。ということでちょっとトラクターでは耕すのは中止ですね。ここは耕運機になります、はい。ということで、はい、もうすぐ午後2時です。耕運機を持ってきました。耕運機で仕切り直しですね。これがトラクターのタイヤがはまりかけたタイヤの跡です。結構柔らかいんですよね。あまり柔らかいと耕運機もはまって動けなくなる可能性がありますけど、まあこのくらいだったら大丈夫だと思います。で、今から作業やります。はい、今2時45分になりつつあります。今半分流しました。対比が悪いようにちょっとこんなにしてますけど、逆光にならないように反対からちょっと今撮ってます。逆光にならないようにと、これですね、これもさっき耕運機のタイヤがはまったところなんですけど、こういうのもちゃんと対応間違うと、ちゃんと対応間違うとこんなところでも耕運機もはまり込んで動けなくなったりします。はい、今3時40分です。だいたい1時間半ぐらいで終わりました。ちょっと今さっきお話してたんであれだったんですけど、はい。やっぱりこの辺はずっと柔らかいんで、だいたい最後にこう横につくんですけど、耕すんですけど、もうやめました。あまりかしたらダメなんで。はい、で、今季あそこ置いてますけど、あとあそこでちょっと泥を落として帰ろうかなと思ってます。はい、そういうことで、ここの耕運作業は終了です。